ですね、なんと、はい、カレーパンでございます。カレーパンでございます。カレーパンでございます。萌子のターン。はい、萌子のターンです。これそれ好きなの、はい、それちゃんとやってくれないと。萌子のターン、前半はですね、こちらで、はい、さっきも言いましたが、うん、セブンイレブンのカレーパンを食べたいと思いますよ。セブンイレブンついてますね。そうなんですよ、セブンイレブンばっかり行くのよね。そう、うん、はい、ということで、はい、今日はですね、カレーパン、はい、はい、カレーパン、コクと旨味のカレーパン、あー出し切りました。萌子、それやるとね、音の編集大変。すんごい音入るよ今、うん、はい、はい、ということで、はい、こちら128円でございます、うん、お値段についてね、あんまり語ってこなかったなと、うん、ずっと思ってたんですけど、はい、たまに出していこうかなと思います、うん、いい、だってね、買いたい人がいくらだろうってあるよ。そう、まあ、ここだけ読んときましょうか。熱量293キロカロリー、タンパク質 7.1グラム、脂質 15.8グラム、あった、炭水化物 30.6グラム、チートデイにおすすめ、ナトリウム 594mg でございます。はい、バン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 、ではいきますよ、うん、カレーパンって味の差があるんですか。あると思うけど、うん、あのパンのね、うん、バンズとかフィリング、うん、あのカレーフィリング自体はそんな、うん、コンビニで差があるかどうかちょっとわからないですよね、うん、この食感ですよ、パンの部分とやっぱりね、セブンですよ、なんといっても。あの、はい、で、セブンイレブン違うんです。あ、違うの。コンビニのカレーパンは手でちぎってくださいね。どうして見せるの。なんかそんなにあのナイフとかで切らなくていいんで。見せて、見せて。あー、危ない危ない危ない。あー、危ない危ない危ない。危ない、あー危ない、すごい危ない。出ちゃった。おー、すごい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 。はい、おー、どんななってんの、どんななってんの。ギフあげる。ありがとう。はい。ではいただきまーす。断面は断面。見せた。見せた。見せた。あ、なんかこれあれに似てる。あずきもなか。いただきまーす。うんうんうん、美味しい。うん。美味しい。中甘口だね。おー。うん。はあはあはあ。辛口ではないです。うん、そうだね。うん、セブンでも結構ね、攻めるので辛いのは辛いんですけど、うーん、鬼うま辛シリーズとか、うん、痺れるぐらい辛くてね、うん、今も鬼うま辛、うん、担々麺じゃなくてもなんかいろいろあるんで、うん、探してみてください。怖いよ。あ、でもコンビニのなんてね、うん、もう年に3回ぐらいしかいただかないんですのよ。え、そうなの。いただいちゃおうよ。いただいちゃいましょう。でもさ、これからはさ、うん、いただかざるを得ないよ。そうよ、もうね、世界はもうコンビニを見逃せない時代になってるからね、うんうん、でさ、いっぱいね、種類あるからさ、そう、我々の好きをさ、伝えていこう、伝えていきましょう、ね、なんかこれ、あのルーにさ、リンゴとか甘さを感じますな、うんうん、玉ねぎの炒めた感じとか、さすが、さすが先生、ね、ありがとうございます。そういう感じで、パン、問題のパンなんですけど、はい、多分これはですね、オーブントースターで、うん、温めた方がいいです。で、最初160度ぐらいで、うん、あのこれは実証はしてないので、うん、まあ、大体の勘ですけど、うんうん、7分ぐらい思い切っていっちゃってください。低めの設定で、で220度で最後 1,2 分だけ温めて、そんなに、そうなんです、うんうん、あのあれです、クッキングペーパー、うん、キッチンペーパーの上で油を2分ぐらい切ってあげると、うんうん、まあ余分な油も取れますし、うん、なるほど、ちょっとヘルシーに召し上がれます。そしてなんていうのか、カリカリ、外カリカリで中がふわっとするかなと思います。やってみてください。オーブントースターがいいです、絶対。やるよ。やってみてから言えよ、だよね、うん、いやいやいや、そうだね。でもみんながそうやってるからいいよ。うん、いいと思う、うん、提案だ。はい、うん、はい、ということで、はい、ライブ前の腹ごしらえにもぴったり、うん、なんと我々月に2回だけ。違う、違うでしょ。月に2回ほど、2回ほど我々は一緒にやってます。ライブをやってます、うんうん、詳しくはこちらの下の概要欄の方を見てくださいね、はい、それでは後半はのんちおすすめのカレーパンに行きたいと思います。絶対そっちも見てね。
Thank you.